まんまる、まんまる。でんでんでやって。というわけでね、今日は JR 岡山駅に来ました。ちょっとね、肌寒くなって秋っぽい服になったんですけど、ちょっと今日はね、体をちょっと温めようかなみたいな感じで、ちょい飲み企画で、ぶらりと歩いていこうかなと思います。すごいなんか懐かしの、この駆動車がありますけどね、なかなか見ないですね、懐かしい。1軒目ね、こちら行こうかなと思います。24時間酒場です。まあどれぐらいかな、4060円返ってきました、まあ、5000円出して4060円なんで、まあ1000円もしない感じですね。ちょい飲みシリーズみたいな。で、次はどこ行きましょうと。でもね、結構ね、居酒屋さんあるんですけど、なんか行列ができるというか、街みたいな。
感じですね。ちょっとなんか懐かしの路地裏あったり、まあ、ちょっと探していきましょう。あのニコットニコットの日もね、居酒屋さんあるので、居酒屋さんとかちょっと飲みどころあるので、フラッと寄ろうかなと思います。ホテルのまんまるまんまるね、ちょい飲みシリーズで、ちょっとここでもせんべろ的な感じで飲んでいきましょう。おとととと、チェーン店ですよね。しようかな。なんかまあ分かりやすいな。あ、でもなんか安いな。格でも税込み328円。あ、串カツ専門のお店です。あ、これいいじゃん、串カツ盛り合わせ。いただきます。ね、で、まあ先ほど、まあ、800円ぐらい、800ちょっとぐらいの、感じでしたけど、こちらに行こうかなと思います。名酒センターに久々に来ました。まあ、いろんな安いお酒とか、まあ、手頃な値段ものとか、まあ、ちょっと値段のね貼るようなものまでいろいろあります。ちょっと、ね、めちゃめちゃ安いのもあったりするんですけど、知り合いじゃない、違う、英語喋りましょう。待って、200円、はい、ありがとう。はい、ちょっと抜けます。Hey, cheers. YouTuber? Yeah, 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 yeah. Just now. Live? Yeah, yeah, live. Bye. English teacher. What's your name? Carl. 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 Oh, nice name. My name is DJ Gabe. Teacher. Yeah, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. To say yummy in Kenyan language. Tam. さっきのあのまんまるさんでも800円ぐらいです。そうそうそう、今みんな安くしてるよね。うん、なんかうちもだいぶ抑えて行きやすい感じになりました。うん、もう200円とか、ね、相変わらず変わらない感じで、はい、ありがとうございます。ちょっとここ行こうかな。Chúng ta phải dắt thêm
はい、じゃあ、バカビール。バイフォンと。結構ね、まあまあ量が多い。でんでんでやって。はい。はい、まあなんやかんややってて挨拶とかしてたら、終電を逃してしまったということで、まあ、どうすんやということで、場所がない、もう24時間居酒屋とかしかないんですけどね。まあでも今日は本当に寒くて、昨日まで半袖で行けたよね、はい、寒い。もうこれちょっと始発まで待たないといけないな。あと2時間ぐらいある。2時間っていうか、まあね、歩いて帰ってもまあ2時間ぐらいかかるし、ちょっとね、始発をね待とうかなという、最悪な状態になって、まあ、ちょっと待とうかなと思います。まあでも飲める場所はねいっぱいあるんですけども、やはり始発とか終電とかいろいろ考えながら飲まないといけないっていうのがちょっとネックかなと思いますね。はい、1時ぐらいまであったらいいのになみたいな。ありがとうございました。列車が参ります、ご注意ください。列車が参ります、ご注意ください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。